愛犬と遊ぼう。愛犬と遊ぶことは飼い主にとっても犬にとっても楽しい時間です。遊んでいるとき犬はストレスを解消するだけでなく体を鍛え学習能力を高めることもできます。愛犬と遊ぶ方法はいろいろあります。例えば犬と一緒に散歩に行くことやボールを投げて遊ぶことができます。またおもちゃを使った遊びも楽しいです。おもちゃを投げることや追いかけっこをすることができます。犬と一緒に遊ぶ際には飼い主が犬のレベルに合わせた遊びを提供することが大切です。例えば犬がまだ若い場合は短時間の遊びをして犬の体力に合わせた遊びを提供することが必要です。さらに犬と遊ぶ際には注意すべきことがあります。例えば犬が走っているときは、周囲の安全を確認することが必要です。また遊びの中でも犬に攻撃したり怒鳴ったりすることがあってはいけません。犬と遊ぶ際には常に犬が楽しく安全に遊べるように注意することが必要です。愛犬と遊ぶことは犬との絆を深める絶好の機会です。犬がストレスを解消し運動不足を解消することができると同時に飼い主も楽しい時間を過ごすことができます。愛犬と遊びを通じて、愛犬の好きな遊びを見つけてあげましょう。愛犬と一緒に散歩したり、公園でボールを投げたり、おやつをあげたりすることで、愛情を深めることができます。また、遊びを通じて、愛犬の運動不足も解消されていくのが望ましいでしょう。愛犬と遊ぶ時間は、毎日決めておくといいでしょう。そのうち、愛犬の方から催促してくるようになってきます。ピクニックなどにも、積極的に愛犬を連れて行ってあげましょう。愛犬もあなたも、幸せな気分になれるでしょう。